がスタッツ上は多くの項目でライスに勝ってることが判明。エグすぎる。まず比較されること自体がすごい。コストパフォーマンスならプレミア随一でしょう。すごすぎる。リバプールはエンドを使い続けろ。もうこれ席勤務は停止切ったろ。エンドグーナーとしてはライス大感謝すぎるし、日本人としてエンドを誇らしすぎるわ。うん、アーセナルにおいてのライスの役割とリバポでのエンドの役割がそもそも違うしな。ライスの比較対象はロドリくらいでしょう。今季のことだけ考えたお得度は遠藤に分があるとは思うよ。確かにクソ安いもん。ムスタフィ、ファンダイク現象。遠藤は守備に関してはいいけど、ゴールロストをしないように安全なプレーを多めだからな。6年分の差があるから直接比較は無理があるけど、それでも31歳とはいえこのスタッツ残してる遠藤やばいよね。これってライスが仮にアジア人で、遠藤が仮に欧州なり南米出身なら評価額的には逆転するだけじゃね。ってくらいアジア圏の選手って過小評価気味なのでは。もうこれプレミアナンバーワンボランチだろう。